シンピジウム満開のハウスにやってまいりました。そう、このハウス久しぶりの観葉植物の生産者のハウスなんですけど、今はシンピジウムが満開です。そして僕のハウスで傷んだこのポトスちゃんとペペロミア、こちらに持ってきて刺し目してもらいました。やっぱり餅は餅や手際よく刺し目してくれます。そういうことで久しぶりにハウス内チワ散歩をやっていこうと思います。冬なのでね、ちょっと植物たちは傷んでいます。そしてこちら今はね、シンピジウムとかランを主力に生産されているので、冬の間は観葉植物はお休みです。でも今からね、たくさん春に向けてまた観葉植物や多肉植物増やされていくので、今から見頃ですよ。それではどうぞご覧ください。
したでしょうか。こんな感じでたくさんの種類の植物作られています。春に向かって見ごろが来る頃にもう一度伺って皆さんに販売なんてしちゃおっかなとも思っています。春よ早く来い。皆さんお楽しみに。